間側に水野久美がいるからフランケンシュタインそう人間側に久美するっていうそうそうですよね。そう逆に、ね、水野久美とは一緒になれないからこそ死を選ぶんだよね。フランケンシュタインは一種実はラブロマンスなんですよ本田作品って。で宇宙大戦争なんかも実はそういう構造になってるね。あ、そうですね。初期の部分がね、宇宙人にチップを埋め込まれて科学者がこう洗脳されてしまって最後は自分が犠牲になっていく。そうあれも幸福からセットに出てきますからね。そうだから軸の部分で彼らの行動原理の一番根本にあるのは実はラブロマンスなんだけど、それも他のゴジラ作品にはないんですよ。平成ゴジラにあるかないですよ。あの薄さっていうのはそこから出てるんだ。例えばあのゴジラ VS ビオランテとかのゴジラ細胞があって、うん、それに娘をあのこう移植してると、うん、だそういう形でそういうドラマっていうのは描ける材料がちゃんと揃ってるのに、うん、実際の映画ではそこはそれほど印象に残らないんですよ、うん、だからあの科学者っていうのは当然怪獣映画 SF 映画である以上、うん、他の監督の作品も出てくるんですけど、大体の作品の科学者って説明役に過ぎなくて その人が出てくるところって退屈なんですよ、うん、そこはもうなくてもいいくらいの、ね、感じなんです。ハリウッド版ゴジラ の渡辺謙とかね説明するために来ました。本人もそういう風に言うしね。まあ、そうなんですよね。でだけど本田さんはドラマの中にその人が入ってる、しかも怪獣と共感する存在として出てくるっていうことなんですよね。そうだからものすごい軸になってる。で仮にシナリオで共感する存在としてピオランテみたいに置いてあっても、そこ の監督の力点というものがそこにないと、それは単にそこを用意したということだけになってしまう。本田さんの場合はシナリオの中にそれはもともとあったものだとしてもちゃんとそこに力点を置いているということなんです。多分本田さん自身の立場はここにあるんでね、おそらくは。そうだから二重構造の方の裏の主人公の方にあるわけで、ね、でこういう普通の要するに戦後社会というか、まあ、社会そのものにはぐれてしまった人、桐野志君の本の中にはぐれてしまって、引きこもっちゃった人ですよ。引きこもりだもん、これネット、まあ、まさに引きこもりですよ、ね、ネットあったら大変なことになってますよ。だってコーチも嵐とかしたりなんかしててだって最近あんまり会ってませんって言うじゃないですか、コーチも。そう引きこもってるからですね。引きこもってか会ってないんだよ。大変ですよ、もう。で、2人の中早く報告したい。カップラーメンばっかり食べてる状態だった。今だったらカップラーメン食べてる。カップラーメン食べてるよね。引きこもりの元祖ですよ。引きこもりながら世界を破滅させる兵器作ってるんですよ。そういう人いっぱいいるからね。全くそういう人ですよ。そしたら世界破滅させる兵器作ってたらテレビ見たらゴジラが暴れてるんですよ。うおーみたいになってる。話だもんこれ。いやまさにそういう話ですよね。だからこれですごくみんながその、テレビでね、なんていうか乙女たちの祈りっていうのが流れて、それでそれを見てその、芹沢がゴジラと自分が死んでいくことを選ぶっていうふうに一般の人は思ってるんですよ。そういうふうに見えるんですよ実際は。でもよく見ると実はそれが動機じゃないんだ。彼女を取られたことは分かった時なんでね。いやそれも動機だと思いますよ。でもやっぱちゃんと2つ用意してるんです。2つ用意してた、ね、それはね1つもなかったんです原作では。カットが変わったら船に乗ってたんですよ。だから、うん、原作の小説の方が映画的なんですよね。カットが変わったらもう次の行動してる。でも本田さんはそれじゃあ要するに単にただゴジラっていうものが出てきた時にどうやって倒すのかっていうことでしかない。 そのための道具として人間を出してるだけで、それじゃ俺の映画じゃないというところがあったんじゃないか。本田さん彼の中に入ったんだよね。あそうですよね。そうじゃないと俺の映画にならないっていうことがあった。彼が本田さんが入ってるキャラクターっていうのがあって、いろんな映画に、まあ、これはこの2人に入ってるんですよ。あの山根博士と芹沢博士に。だ本当にあの2人がなんかイチャイチャしてるところを平田明子は見てっていうとこがすごいんだよね。もう死のうって感じだよね。死ぬ気ねえなわ。その瞬間死まで決意したって本田さんも言ってるんですよね。そうだね。監督もそれが意図なんですよ。だからそれはでもそこに感応する人ってそんなに観客の全員じゃないよね、あれは。だって当時の批評はこんなみみっちいドラマを後半突然見せられて、うん、なんだこれはと、特撮だけだいいのはみたいなね、そういう評だったわけですもんね。だからなぜその世界中の怪獣ファンっていうのは他の怪獣映画じゃなくて本田さんの怪獣映画にしか興奮しないのか。そのティム・バートンであり、その マーティン・スコセッシであり、あと誰だ好きだった人、ギルレモ・デルトロであったりっていう人、ヘネ・ノッタもそうだったり、トビー・フーパーであったりっていう人がなぜ本田作品にしか感じないのかっていうと、それは彼らが映画監督になってから作ってる映画を見るとよくわかるんですよ。それは桐戸志君も書いてるけど、スポンティニアス・コンバッションだよね。あ、そうですよね。スポンティニアス・コンバッションって映画見たことある人、あ、
ちょっとしかないです。何かありますね。これストーリー全く今説明したのと同じだよね、話。スポンティニアスコンバッションですごいな。これね、これ主人公はアメリカ軍の実験によってあの何ていうか自由に物を燃やすことができる能力を身につけてしまった男で、で恋人がいるんだよね。で人間ゴジラの話ですよね、あれね。あ、そうですよね。で恋人は実は監視してたんですよ、ね、そう自分は、ね、で騙されたってことは分かってっていう話で、最後は原発をメルトダウンさせるんだよね、うん、っていう話なんだけど、結局その女性を巻き込むのはやめてそう、っていう、その女性はやっぱり俺が愛した女だからってことでもって、その女性だけ救って自分は自分をそういう怪物にしたやつらと一緒に死んでいくんだよね。でもう完全にゴジラなんですよ、話が。でマーティン・スコセッシは黒さんの夢か、ああそうです、夢に出た時にその、まあ、本田さんってのはすごい人で、その、黒沢監督の後期の作品でその主要じゃない俳優たちの演技とか全部つけてたね。14年間監督をやってたんで、怪獣映画やってた時と匹敵するぐらいの年数を本田さん やってるんですよ、黒沢監督と一緒に ね。でその時にそのマーティン・スコセッシは出演者として呼ばれて夢に出た時に、うん、本田監督がやっててもう大好きだねってやったんだけど、どうしてかっていうと、マーティン・スコセッシの映画ってこういうあれがやるの。タクシードライバーっていうのは引きこもりのタクシードライバーですよ。タクシードライバーそうですよね、全く同じです。で汚れなきジョディ・フォスターに惚れるんですよ、ね、でいつも思ってることは、このニューヨークの、ね、もうなんていうかヤクザと売春ばっかりだって皆殺しにしてやるっていつも思いながらタクシーに乗ってて、で、読み読みマグナも手に入れるの。全く同じ話ですよ。ゴジラですよ、あれは。ねえ、モヒカンなだけだよね。でも読み読みマグナもってのは口から吐く放射能だもんね、あれはね。で、特攻していくわけよ、最後。あー、マーティン・スコセッシって、まあ、同じ映画ばっかり作ってけどさ。でも、まあ、すごくこれに感動したっていうのはよくわかるし。で、ティム・バートンなんかも説明する必要が全くないぐらい、ほとんど同じ構造をとっている。特にバットマンリターンズバットマンとペンギン社会まあそうですよね、全く同じですよ。ただこの構造っていうのは本題以前にあったかっていうと、映画の中ではそんなにないですよね、うん、だから彼が提携を作ったと言っていいと思うんだけど、だからこっから先ちょっと違う話になるんですけど、はい、提携はあるんだって言ってたのその前に、うん、話がひっくり返っちゃうけど、シェイクスピアはテンペストっていう戯曲を書いてるんですよ。これ前も話したよね、キリドウ氏。これプロスペロって男がいて、この男がその昔政治家だったのね、プロスペロって男がいて、でイタリアの政治家だったんだけども、仲間に裏切られて、で島流しみたいになっちゃうんですよ。でその島ですごい魔法を手に入れるんですよ、魔法技術みたいなものをね。でその自分をその追放した奴らに対して復讐しようと思ってるわけ。でもその一緒に娘と一緒に行って、娘はちょっと年頃に成長していくんですよ。で娘をもうめなんていうか、もうものすごく可愛がって溺愛してるんですけど、プロスペロって魔術師ね。で彼は一つの怪物、キャバリンっていう怪物を育てるんですよ。でこのキャバリンというのは一体何者なのかっていうのはシェイクスピア書いてないんですよ、はっきりと。どうもその島にいた原住民らしいんだけど、そこまで描写ははっきりしてない。ただ怪物としか書かれてない。人間かすらも非常に曖昧な形で書かれてて、でこの怪物を従えて自分を通報した社会に対して復讐をしようとする誓っているんですね、このフェロスペロっていうのは。でそこでテンペストって嵐がやってきて、嵐が起こって、あのイタリア その自分を通報したやつらが流れ着くんですよ、その島に。でプロスペロはそれに復讐しようとするんだけども、その、一緒に流れてきたイタリア人の中に若いイケメンがいたんですね。で若いイケメンが自分の大事にしてる娘とできちゃうんですよ。で2人に説得されて復讐をやめるんですよ。それがテンペストって話。それで復讐をやめるんだけど、すでに怪物として暴走しているキャバリンっていうのを止めるって話なんですよ。彼が育てた怪物が暴走しちゃってるわけですよ。でキャバリンっていうのはもうすでにそのプロスペロンに対しても全てに対して破壊しようという方向に向かってるわけですよ。利用されてたことが分かって、
話は同じだよ。これはあれですよね、あの禁断の惑星 の、 あの元になってたって言われてる。そう、禁断の惑星はこれを元にしてこのキャバリンっていうのを完全な怪物として描いてて、しかもそれがすごかったのはそのプロスペロにあたる科学者のそのなんていうか、潜在意識が実体化したものは怪物として襲ってくるっていう SF にしたのが禁断の惑星っていう SF 映画。井戸の怪物っていうの。井戸の怪物っていうんですよ。でそこでもその宇宙船に乗ってたイケメンの、乗組員と、博士の娘ができちゃうっていう話だけど、そのイケメンの乗組員っていうのはなんとレスリー・ニールセンなんですね。裸のガンを持つ男なんで、でそれは間違ってるから反対すべきだろうお父さんとか思うんだけど、反対しないで祝福するんで俺は間違ってると思ったけど、これは多分だからシェイクスピア的な話なんだ。でどこまで元にしてるかわからないんだけども、ただテンペストを元にしていることは事実だろうと俺が思う理由ってのがあって、それが海底軍艦なんですよ。ああ、そうですね。島で現存、海底軍艦っていう映画があって、で、すでにその戦争を負けたっていうことを受け入れられない軍人が、ここ南の島であの海底軍艦っていうのを建造していて、でいつかこう再びこうあの大日本帝国を蘇らせようと思っているっていうね、そういう話でしたよね。そうなんですよ。でそれがあのでももう完全に日本は戦後社会になってるから、会いに来た娘に翻意されて、 それであのもう合わせ鏡みたいにムー帝国っていうのが出てくるんですけど、 そのムー帝国と戦うために海底軍艦を使うっていう映画ですよね。 でそこで要するに第二次大戦でのその神宮寺大佐っていう人が作ってるんですよ。日本帝国の勝利を信じていた人の名前が神宮寺っていうんですね。神宮寺大佐っていう人で、で娘沢井恵子だっけ。いやあれはね、なんだっけ、なんだっけ、藤山陽子。そう、藤山陽子さん、藤山陽子さんね、はい、お忘れした藤山陽子で、これだっけ、太陽の陽です。太陽の陽、はい、あ、なんだっけ、あの夏木陽介の青春物出た人。ああ、ちょっと可愛いですよね。そうですね、はい、あの現代っぽいですね。そうですよね。で神宮寺が作ってた徴兵器が海底軍艦、はいね、で怪物を操る帝国、ムー帝国ね、マンダっていうね、マンダって怪物を操って世界征服を企んでるね。で神宮寺と海底軍艦、これ平田明彦とオキジェンデストレの関係性ですね。でさっき言ったテンペストにおけるプロスペロですよね。島に、あの南の島に住んで、復讐の時を待ってる、連合軍に対する復讐ですけどね、この場合ね、待ってるんですけど、それ日本軍、日本帝国の最高を夢見てる男、神宮寺大佐で、その娘イケメン、これがすごく疑問があるんだけど、なぜか高島さんがイケメン、これはこの枠はちょっと違うのではという。でもこの人はすごいのは、ものすごく自信家で、この神宮寺大佐怖いですよ、こんなの作ってる軍人ですよ。それにあなたは錆びついた鎧を着て亡霊ですとか言ってね、そう言い放つっていうね。そうさっき言ったみたいに、その宝田明と同じく爽やかな戦後社会を代表してるんですよ、高島忠夫はこの海底軍艦の中では。で要するに戦争の亡霊が平田明彦の代わりに神宮寺大佐なんですね。平田明彦っていうか、あの芹沢の代わりが神宮寺大佐になってるんですよ。でも同じなんだ、戦後社会からはぐれてしまった過去の亡霊で信じてるものは科学なんですよ、ね、でいつか復讐してやると。この場合復讐するのは日本を、ま、負けさせた戦後アメリカ連合国に対する復讐を誓っていくと、プロスペロ、テンペストと同じで。ところがそこに出てくる怪獣がムー帝国なんで、ここがまたちょっとすごく変なんですよね。そうですね。ムー帝国ってのは太平洋の内部のその海底にいる、なんていうか、海底帝国、まあ、昔沈んだって言われているんですよね。そうなんです、うん、で皇帝がいるんですよ。で皇帝のもとに全世界を平和に統一して支配しようと、いろんな民族がそこにいるんです。そう、いろんな肌の人がいたりとか。そう、このムー帝国の映像ってのが出てくるんですけど、そこには、まあ、白人もいれば黄色人種もいて、黒人みたいな、あれは本当に黒人なのかな、まあ、分からないけど、まあ、南方系の人、あのミクロネシアの人とかもいて、みんなが仲良く暮らしてる、みんなが全ての民族が仲良く暮らしてる国なんですよ。ところは
彼らがその現在 の, その、地上世界をなんていうか支配しようとして戦争を仕掛けてくるんですけど、これ日本帝国ですよね、かつてのね大日本帝国ですよ。大日本帝国は昔、五族共和とか五族共和とか、八方一宇こうっていう、じゃあこれだっけ、八方一宇って言って全世界の全民族を平和に共存させようっていうのを建前にして、で世界に対して戦争を仕掛けて侵略とかをしたんですけど、実際の建前は世界を平和にすることと民族の共存だったんですね、日本帝国が掲げたのは。だから本田さんが言ってたのは八方一宇っていうのは、うん、要するにそれ自体をこの理想、日本が中心になって日本が一番偉いっていう考え方は間違っていたかもしれないけれども、その八方一宇っていうこと自体は間違っていたのかどうかっていうところはどうしてもやっぱりこう自分としてもかなり葛藤があるっていうことを言っていて、ただ日本だけが中心となってそれをやろうっていうような発想は無帝国と同じになっちゃうんだよねっていうふうに言ってるんです、ね、武力によって世界平和をあのなんていうか実現しようという考えあって、民族の共和を武力によってやろうとするっていうところなんだけども、ただこれ皇帝がいる帝国であるところが非常に日本と似通っているというところだよね、大日本帝国とね。でそれを大日本帝国の最高を信じている神宮寺が説得されて娘に、それでこっちを倒しに行くんですよ。自分と似たものを倒す、自分自身の影を倒しに行く、全くゴジラと同じ話なんだっていう、まあ、原点はシェイクスピアかもしれないけれども、本田監督の作品のこの統一感ってすごいですよ本当に。最後にムー帝国を滅ぼすと、はい、こう爆発があるところにこの皇帝を人質に取ってるんだけれども、 そのこう女王がこうそこの爆風の中に飛び込んでいくときに止めるなっていうふうに言うわけですよね、神宮寺大佐が行かせてやれっていう、そこはもう完全にそこに共感してるっていうところを表してるっていうところがありましたよね。それもあるし、うん、神宮寺って戦後社会で生きられないよ、彼自身も生きられないよ、こんなチャラチャラしたやつ、そこで終わっちゃってるわけだね。その後トレミサドンとかやってるやつですからね本人に悪気はないですけど、悪い人じゃないでしょ、知らない。でもね、本田作品見てるともう嫌でしょうがないんだこの人あのフランケンシュタイン対あのバラモンでもね、あの嫌な役なんだよね彼はね。あ、そうそう、あフランケンシュタイン、バラモンね、あの海底軍艦では嫌な役じゃないんですよ。ただ町山さんのような人から見ると嫌な、そうそうそうでもフランケンシュタイン、バラモンは完全に嫌な人ですよね。そう、すごい嫌な人なの。科学者なんだけれども、その世俗的 なんと成功だけを夢見てる科学者で、その、怪獣に対する共感の全くない科学者の役をやってるんですよ。でもそれは実は普通の人の価値観なんだ。だからフランケンシュタインを生かしておくべきだと、研究のためにと、彼は人間なんですとかって言ったかと思ったら、いやあの指とかを切ったらどうですかと、あのどうせ再生するんだから指とか切った後殺したりとかしていいんじゃないですかとか、すごい冷血な役なんです。目つぶしとかしていいんじゃないかとか、なんかそういう人なんですよ。だから俺子供の頃って高島だってそれで覚えてるから、この人自身がいい人かどうか全部吹っ飛んじゃってあれね、見ててすごく不安定なんですよ。一見ヒューマニズム的なこと言うんですよね、彼は人間だとか言ったりするんだけれども、実はそういうことを次から次と提案していく、ものすごくリアルな、すごくなんとか世の中の世渡りの上手な科学者なんなんですよ。すごく嫌な感じで、それでまたあのガス弾を投げ方がかっこ悪いんだよね。それは三浦淳さんが指摘した。全部投げるんですよ。だってその角度で届かないだろうみたいな、下に落ちるだろうみたいなね、まあ、それはいいんだけど、先入観で言ってるだけで別に対はありません高島さん、すいません。はい、はい、という感じで、こうやって見ていくと本当に本田さんの作品っていうのは面白いぐらいで、ね、もうきっちりと彼の世界っていうのはできてて、で彼はもう完全にあの本田さん自身は戦争に行って8年半戦場に行った人で、もうそれで知らない間に戦争が終わってて、戦争が終わってだいぶ経ってから帰ってきた、半年ぐらい経ってから帰ってきたね。で8年半も戦争に行くって、それも10代から、うん、10代からだっけ、10代じゃないですけどね、20 20歳大学出て、もう東方には入ってから、大学出てから、うん、東方には入ってから24ぐらいからの8年ぐらいですよね。23ぐらいからの8年間っていうのは人生にとってものすごく大きいよね。そうですよね、気がついたら30になってるわけじゃないですか。それで僕は町山さんと一緒に奥さんに話を聞いたときに、はぁと思ったのが、こう半年も経って帰ってきて、この人は何も知らないからかわいそうだと、だから身の回りのことは全部やってあげようと思ったら、ついに最後亡くなるまでもう自分でハンカチ一つ買ったことないと、で区役所とか銀行とかもうね、もうまたいだこともない人になってしまったっていう、あ
神宮寺じゃんみたいな。寄せてみたいな。引きこもりみたいなもんで。映画の現場はすごくよく知ってる。だけど映画の現場以外の現実はほとんど知らない。何もわからない人になっちゃったっていうね。その辺でリアルで、あと、まあ、キングオブザゴジラとかにもね、出てくるけど、その奥さんと何度も会えないみたいな話とか、ね、ああ、そうですね。あれも多分本当なんだろうけど、うん、そうそう、だキングオブザゴジラって全体すごくコメディタッチなんですけれども、あの要するにこうヒーローとヒロインがなかなか会えないでゴジラが翻弄されるって、あそこの部分だけすごくシリアスで緊迫感があるんですけどね。そうそう、で、これだと結構その世の中からはぐれた側が、最初ははぐれて世の中に対する復讐心を持ってるんだけれども、その説得されて行くわけじゃないですか。あの結局自分の中にある闇みたいなものを倒すということで終わるといういい傾向なんだけど、これがうまくいかない作品っていうのもあって、わざとうまくいかなくしてるやつがあって、説得されなかったりするシリーズっていうのがあるんですよね。この要するにはぐれてしまったものが怪物化していくシリーズがあって、それがまた面白いんでね。だからガス人間大丈夫ですね。そうですよね。ガス人間第1号っていうのはですね、変身人間シリーズっていうのがあって、怪獣みたいにでっかいのが出てくるんじゃなくて、人間がね、あ、まあ透明人間のアレンジみたいな感じで液体になったりとかね、電装人間とかガス人間とかあったんですけど、その中の一作ですよね。ねえ、あれは土屋義雄さんが、うん、ガス人間ですね。そう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 、土屋義雄さんはあのミステリアンの役もやってる人で、怪獣側の俳優さんですよ、はい。で、八千草薫が汚れなき八千草薫ですね。あのお師匠さんですね。そうですよね。そう、あのどうしたか忘れた。薫あの草冠を思いに出てて、同じ重力の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 重力はい、まあいいや、はいはい、はい、それで、あの高校高卒でその、はい、図書館員やってるんですよね、はい、で自分が青春を埋もれさせてるって意識がすごくあって、で自衛隊に入りたかったんだけど体格で跳ねられちゃってっていう、そういうような人がある科学者に、いやバイト料くれるっていうから実験台になったらガス人間させられてしまったみたいなね、そういう村上冬樹だっけ。そう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 、科学者に、科学者によって怪獣にされたんだ。ね、で彼女が好きで、彼女のためになんていうか、銀行強盗とかを。そう。だからこのガス人間って、じゃあガス人間なんて何どんな悪さするのかっていうと、これ八千草薫が踊りの師匠なんですけれども、これはちょっと不思議な感じで、少女みたいな外見なのに実際の年齢はかなり上だっていう設定で、八千草薫は70過ぎても少女みたいな。そっからは置き忘れられていた女の人なんだけど、その女の人にひたすら貢ぐんですよ。そう、あの要するにこの人は気ぐらいが高すぎてもう結構パージされちゃったの、踊りの世界から。だけどその公演をさせてあげるためにお金をどんどん貢いぐっていうことをやり始める。でその当時のキネマ旬報のガス人間第1号のレビューに、なんでこんなことしてるんだガス人間はと、なガスとかに なれるんだったら海外旅行でも行って楽しめばいいじゃないかってレビューが載ったんですよ。俺それ読んだ時にも何もなんて言っていいかわからない。だからそれはすごく人間社会 の、 そのいわゆる俗の毒の考え方の人は分からないんだよね。分からない。でもこれ今見るとよく分かるんだけど、彼ってさ別に八千草薫とエッチしたいと思ってないでしょ。思ってないと思います、ね、全く思ってない。ファンなんだよ、うん、ファンなんですよね。ねえ、あがめてる。そう、あがめてる。それでお金についててさ AKB の CD を何枚も買うようなことなんですよ持ってるのに。しかもその八千草薫の態度っていうのがシナリオではもっと明確に、自分もガス人間のことを好きで、ないしは悲しい存在同士の共感を持ってるのを描かれてるんだけど、本田さんそれを全部ぼかして、彼女が何を考えてるか分かんない神秘的な存在にしてるんですよね。っていうか、うん、まあはっきり言って、アイドルとワンフーのように描いてる。そうそうそう。だからあんまり本当は好きとかそういうことじゃないんじゃないかっていうことを匂わすような演出をわざとしてるんですよね。見てると本当にただのストーカーで、もう全くこうなんていうかね、報われないんだよね。でその時に土屋義雄が後でインタビューに答えて、いや2人は相思相愛だったんだって言った時に、そのことについて本田さんコメント求められて、いや土屋君はガス人間の役なんだから、土屋君はそう思って思い込んでるのはいいんだよ。そうだよね。勘違いそう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 、勘違いしてた。全く間違いないんだよ。そう、残酷なそういう答えなんですよね。そう、だから本当にだからラブロマンスなんですよ。報われないはぐれた男がはぐれてるんだから、はぐれ者同士で好きになればいいのに、なぜかすごいあのなんていうか美少女系のこう好きになっちゃうと話が延々と面白いから繰り返されていくというですね、
これはすごい。だからなぜ世界中にこんなにファンを呼び続けるのかって。じゃあこのガス人間ってすごく海外で評判なんですよ。すごい評判いいんですよこれ。ヒューマンペーパーだっけ、まあそうですね、タイトルがすごい評判いいんですよ。だからそれは悲しい話だからね。で見てる人たちは大抵こんなのテレビでさ、あの放送されて見るじゃない、アメリカで。で家にいるわけですよ、外でみんな野球やってんのにさ、うん、そう、みんな爽やかにハンバーガー食べたりしてる時にさ、暗い部屋でこうやってさテレビ見てんだもん、みんなティム・バートンとかタランティーノとか、だからもうバリバリにこっちに心入っちゃうもん、みんな。だからこんな作品だけは海外で本当に評価高いんですよ。これはもうこういう人の物語だし、怪獣映画全てそういう物語なのに、怪獣映画っていうのは全てそういう観客しかいないのに、なぜ平成ゴジラにはこういう人が出てこないの。だから失敗したと思う。これ面白いのはこうあのガス人間をこう殺そうとするじゃない、はい、要するに八草薫の公演をそのガス人間がやらせようとするんだけども、その切符をみんな警察が買い取っちゃって、中に人を入れないようにして、でガス人間を中で殺そうとするんですよ。警察はせっかくそういうふうにことを考えてるのに、野獣馬がバババって入ってきて、それでガス人間許すまじいとかなんとかってこう何人もの人がこう、何人かの人がこの人たちですよ。そう、そういう俗な人間社会の人がわざわざ出してるんですよ、なんかね。でその人たちはもう自分に危害が及ばないと思ってるから、もう天地人これを許さんとかなんとか言ってるんだけど、一人の人間がガス人間にやられたらみんなごーんとかって逃げちゃうんですよ。あれはすごいなと思って。本当に悪いのはこいつらだみたいなところがチラチラと出てくるんだよね。そうそうそこがまた面白いところで。そうなんです。